シケル人とその隣人であるシカニ人及びエリミ人のおおよその居住域シケル人、またはシケロイ人は鉄器時代にシケリア東部に居住していたイタリック人である。西側にはシカニ人が居住していた。シケリアの名前はシケル人に由来するものであるが、やがてマグナグライキアの文化と融合し、民族としての独自性は失われた。 考古学的発掘から青銅器時代のシケリアは未経年文明の影響を受けていたことが分かっている。シケル人に関する最初の記述はオデュッセアにある。ホメロスは同書でまたしか二人に関しても触れているが、両者を区別していない。英国の古典学者、ロビン・レーン・フォックスはホメロスにとって、彼らはどちらも遠くから来た遠く離れた人々であり、明らかに同じに思えたと述べている。 鉄器時代のシケル人とシカニ人はと共に、先住していた全インドヨーロッパ語族を征服したイリュリア人の集団で構成されていた可能性がある。ドゥキディデスや他の古典作家は、シケル人がかつてはイタリア半島中央部、東部、さらにはローマより北部にも住んでいたことを知っていた。その後ウンブリア人とサビニ人に圧迫され、最終的にシケリアに渡ってきた。 彼らの社会組織は部族的で、経済は農業に依存していた。ディオドロスによると、シケル人は何度かシカニ人と争い、最終的にサルソ川が両者の境界とされた。一般的な推定では、シケル人はシカニ人よりは後からシケリアに渡ってきており、彼らが青銅器時代のシケリアに鉄と家畜化された馬を持ち込んだと考えられている。おそらく、 シケル人のシケリアトライは、紀元前1000年代の初め頃と思われる。しかし、紀元前13世紀のカルナック神殿の碑文に、海の民の一部族の名称として、シケル種というものがあり、そのエスノニムが、鉄器時代以前に遡る証拠とも考えられる。パンターリカのネクロポリスシラクサ近くにある、世界遺産である、シケル人のパンターリカの岩壁墓地遺跡はよく、知られており、 次に大きいのが、ノート近くのカシシビルのネクロポリスである。蜂の巣のように、渓谷の崖に多数のオーブン型の穴が掘られている。シケル人の主な都市としては、アグリウム、ケントリパ、ヘンナ、ヒュブラと呼ばれるいくつかの都市、ヒュブラマイノール、シケリア南岸のヒュブラヘラヤがある。ギリシア人と先住民を圧迫したドーリア人の植民が開始されると、シケル人は、 海岸沿いから押し出され内陸部に追いやられた。イオニア海から 60km ほどのモルガンティナには、シケル人とギリシア人が隣り合って住んでおり、これがギリシア人のポリスか、シケリア人都市であるか、歴史家の間で議論となっている。ギリシアの品物、特に陶器は、シケル人も広く使用し、さらにはシケル人都市の都市計画にも、ギリシアの影響が見られる。しかしながら、 紀元前5世紀の中頃、ドゥケティオスという名前のシケル人指導者が、主サ祭に対抗していくつかの都市を統合した統一、国家を作った。この国家は何年か独立を保ったが、紀元前450年にギリシア人に敗北し、ドゥケティオスも10年後に死亡した。彼のカリスマ性なしではこの動きは続けられず、シケル人は急速にギリシア化し、 その独自性は失われていった。しかしトキディデスによると、紀元前426年から紀元前425年にかけての冬に、アテナイがシケリアに艦隊を送った際に、シケル人が同盟し、その理由として、以前は、シュラクサ祭と同盟していたが、そりゃくに扱われたため離反したとしている。トキディデス以外にも、レスボスの歴史家ヘラニクスやシュラクサ祭の歴史家、 アンティオコスがシケル人や他のシケリア先住民に関する断片的な記録を残している。言語学的研究からは、シケル語はインドヨーロッパ語族の言語を使用していたことが示唆されており、シケリア東部とイタリア南部でも使われていた。他方、シケリア中央部にはシカニ人、シケリア西部にはエリミ人が居住していた。 シカニ人が使っていた言語は不明であるが、最近の研究結果からは、エリミヒトはイタリック語を使っていたことが確認されている。シケル語に関してわかっていることは多くはなく、古代の作家の解説や極めて少数の碑文から得られたものであり、これらすべてが実際にシケル語であるかは証明されていない。シケル人はギリシア人と接触する以前には文字を持っていなかったと思われる。 今日までに、いくつかのシケリア語の碑文が発見されているが、発見場所は、アドラノン、チェントゥーリベ、ポイラ、パテルノシビタ、パリケ、モンタグナディラマッカ、リコディアエブベア、ラグーザエブラ、シクリソッターノ、モンテカッサシア、カスティグリオーネディラグーザ、テラベチーナディグラミチェーレ、モルガンティナ、ピアッツアルメリーナ、およびテラベッキアディクティ。 最初のシケル語の碑文が発見されたのは1824年のチェントゥーリペイで99文字のギリシア文字からなるものであった。紀元前6世紀、または紀元前5世紀頃の書体が使われており、英語アルファベットに置き換えると以下のように読める。これを解読する試みはいくつか行われているが、成功はしていない。他の長文の碑文がモンタグナディ・マルツォでも、 発見されているシケル語がインドヨーロッパ語族である証拠としては、ピベという動詞が挙げられる。この単語は、ラテン語のピベと同じ語源を持つと思われる。が孤立した言語の可能性もあり、ピベだけではシケル語がインドヨーロッパ語族であると結論するには十分ではない。イタリック語派おそらくはラテンファリスク語群に属する可能性も排除できない。 共和制ローマの学者マルクス・テレンティウス・ワロによると、シケル語は、ラテン語に近く、多くの単語が、同じ意味を持っているとしており、例として、ワンシア、ライトラ、モエトン等を挙げている。シケリアの双子の神パリキに関して現在まで伝わっている話は、ギリシア神話の影響を受けている。シケリアの精霊タリアが火の神であるアドラヌスの子供を、見ごもるが、ヘーラーはこれに嫉妬して、 大地の神がイアにタリアを飲み込むように依頼した。その後大地が割れて双子の神が生まれた。双子の神はシチリアで公会と農業の講演者として崇拝された。ギリシア神話の古い形ではティーターン族のティテオスは母エラレーの体内にいた頃から巨大な体の持ち主で母の子宮を割ってしまったためにガヤが代わりに産んだとされる。 このような伝説に基づいた儀礼のため、食物の成長を願って、生贄として埋葬された二人の子供が発見されることがある。パルシの父であるアドラヌス神殿に、シケル人は永遠に炎を焚いていた。ヒュブラ神の名前を持った都市のうち、ヒュブラゲライティスにはその聖域があった。デーメーテールとコレイのエンナとの関係、聖霊、アレトゥーサとシュラクサイの関係は、 ギリシアの影響を受けたものである。ありがとうございます。